菅原は、イキレス部出身の女性で、モンゴル帝国第9代皇帝ゲゲエンカーンの日の一人。原子などの漢文史料では早歌八月皇后と、記される。原子によると、菅原は、オルジェイトカーンの娘のマサクニ公主、イリクカヤと、イキレス部当主、アシクとの間に生まれた。アシクの演奏は、チンギスカンに仕えた、建国の後進ブトゥキュレゲンで、ブトの家系は、 代々チンギリスン家と隕石関係を結んできた一族であった。シデバラがゲゲエンカーンとして即位した翌年の1321年、菅原は皇后とされた。しかし、シデバラはテムデルの一党を弾圧する過程で多くの不満分子を生み、結果として1323年に南派の辺で暗殺されてしまい、菅原も皇后の地位を失った。 シデバラの後に即位したイエスンテムルの治世の1327年6月に、菅原は亡くなり、小生意聖光合と送りなされた。なお、ゲゲエンカーンを南派の辺で暗殺したて、クシには、妹が君主の日となったという記録があるため、テック氏と菅原が兄弟ではないかとする説もある。ありがとうございます。